様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。横浜中華街にやってまいりました。今回は一目でわかる横浜中華街と称しまして、食べ放題のお店、食べ歩きメニュー、地元の友人おすすめの名店、そしてお土産までまるっと詳しく解説しちゃいます。まず中華街は格子状になっており、中華街大通りがメインストリート。そこから市場通りなど細い道が通っています。駅構内には地図と有名店の紹介がずらり。北京ダックが売り、フカヒレが売り、ズワイガニが売り、小籠包が売りなどなど、どの店も強みと特徴があります。何をメインで食べたいのか決めておくと、この後が回りやすくなるかもしれません。駅構内にはガイドマップもあって、至れり尽くせりです。構内は広く、お手洗いも多いので安心ですよ。早速中華街方面に参ります。通路にはこれまた有名店の看板と、クーポン付きのパンフレットなどがあります。胡椒餅も初めて食べた時は美味しくて感動だったな。こちら人気の食べ放題のお店ですが、さすが人気店、パンフレットもなくなっていました。今回は2番出口から参ります。2番出口は朝陽門の近くに出ます。エレベーターもあるのですが、これからいっぱい食べるので少しでもあがこうと階段を使います。ふう、頑張りました。よいしょっと。このまま道なりに進めば中華街です。ごちそうが待ってると思うとワクワクしますね。大通りの手前には早速タピオカの専門店が、いちごのフルーツ飴のオブジェがお出迎えです。北京発祥の飴とも言われ、本場ではさんざしの実を使うそうですが、横浜ではいちごやマスカットの飴が多いようですね。じゃーん、朝陽門です。ここに来ると中華街に来たって気がします。そのすぐそばにあるのが老舗北京飯店。入れ替わりが多い中、長年続く名店です。ハスの実のあんを使った桃まんは縁起物、不老長寿にあやかれたらいいですね。この先が中華大通りです。大通りの両脇には名だたる名店がずらり。ただその前から一本手前に入っているからこその穴場の名店をご紹介してまいりたいと思います。まずはこちら、王朝北京ダックのお店です。北京ダック巻きは食べ歩きに最適。大行列の南越美食はエビワンタン麺が有名です。後持ち中華街駅方面で待ち合わせをするなら、その先のこちらローズホテル、重慶飯店の新館もこちらにあります。ここの重慶飯店は落ち着ける穴場なんですよ。ホテルのロビーは春節の飾り付けがされていました。とっても華やか。友人を待つ間、重慶飯店のお土産を物色。バラの花弁をウーロン茶とブレンドしたバラウーロン茶はビタミン C も豊富。ホテルベーカリーでは春節のケーキも売られていました。かわいい。さて、無事友人にも会えましたので参りましたのはこちら、じゃーん、万珍楼天心舗さん。内装からしてゴージャスです。万珍楼本店は130年以上続く老舗中の老舗。中華街が地元の友人の中で、今日会った友人の一押しのお店がこちら万珍楼さんなんです。中でも万珍楼天心舗さんは一本奥まった通りにあるので穴場ですが、予約が取りづらい人気店であるのは変わりません。このお店一押しのメニューを集めたオールスターはこちら。サービスもとても行き届いていました。ポットのお茶と天心のメニューはこちらです。
胃袋が3つあればいいのに。食べ放題のお店と比較してしまうと、どうしてもお高い気がしてしまいますが、一品一品が本当に美味しいんです。量はいらないけど、質が高いものが食べたい方向けかな。でも私は量も食べたい。悩んじゃいます。時間限定の朝粥セットなら、こんな高級店でもお手頃価格で楽しめちゃうんです。今日会った友人のおすすめがこちら。エビの紙包み揚げ。一押しメニューを一品ずつ追加で注文していきます。中の具もエビがしっかり入っていました。パリパリサクサクサクですっごく美味しい。大根餅とこの腸粉、大好物でよく食べるのですが、ここのはびっくりするほど美味しい。天津も皮がもちもちで、一品一品のレベルが違う。そんな風に感じた天津でした。こぼしたり跳ねないようにカバーもサービスしてくださいます。地元の方がおすすめくださる名店、最高でした。ここからはいよいよ大通りです。焼き小籠包が美味しいワンフーチンさん、週替わりのメニューもあります。セットメニューにはもちろん大人気の小籠包がついています。セットでいろんな味が楽しめる焼き小籠包、やけどしないでくださいね。続いて重慶飯店。別の横浜出身のお友達もここのお菓子をよくお土産に選ぶそうです。パイナップルケーキは美味しいと大評判ですが、最近はこのバンピーも美味しかったと教えてくれました。賞を取ったお菓子で、黒あんにローストしたくるみをまぶしてあったり、いろんな味が楽しめます。私が好きなのはここの小粒月餅、いちごミルク月餅も美味しかったですが、いろんな味に挑戦されています。リンゴの果肉入りのあんが入ったリンゴ酢も可愛いですね。お楽しみ袋はとってもお得です。見つけたらぜひ。そして私がおすすめするのがこちらのデリ、よりどり5パックでなんと2000円ちょっとというお得さ。お家でヤムチャが楽しめちゃいますよ。自宅でヤムチャアフタヌーンティー、楽しみです。店内のランチのメニューはこちらです。豚まんで有名なのはこちらの江戸製、とっても大きくて中身もこの通りぎっしりです。おっきな唐揚げダーチーパイも食べたら満腹になっちゃいます。ここからは通りの右手左手のお店が混じりますので、ご了承ください。先日ショート動画でご紹介しましたおかゆの名店社天気。おかゆって普通の中華屋さんには実はあまり置いていないメニューだったりするんです。専門店であるこちらは貝柱やさまざまな出汁とともに生米から4時間炊いて作り上げる手間暇かけたおかゆ、なかなか普通の中華屋さんでは食べられないおかゆ専門店のおかゆ、私は足を運んででも食べたい中華メニューだったりします。他では食べられない味をぜひ。小籠包の名店といえばこちらの宝天閣さんも、すぐ近くに2つ店舗が並んでいます。どちらも大変立派です。店頭では熟練の天津師さんたちが一つ一つ丁寧に手包みしています。月間なんと100万個を売り上げるとか。手作りの出来たてを目の前で焼き上げるからこその美味しさは、やはりさすが行列ができるのがうなずけます。2つ店舗があるといえば、入り口の店舗が大行列のワンフーチンさんの本店はこちら、奥まったこちらの方が行列が少ないので穴場ですよ。私も中華街はよく行く方ですが、今回の動画は中華街地元出身の友人のアドバイザー付きです。楽しんで見ていただけたらいいな。こちらの揚州飯店も老舗、
上海料理を中心に四大中国料理を網羅しています。楊州飯店は店内の黒板メニューをチェックしてみてください。トリュフ入り小籠包など、実は中では攻めたメニューにいつも挑戦しています。そういうのってよく通っていないとわからないですよね。地元の友人に感謝です。大通りと市場通りの角にあるのがこちら、道発本館さん。チャーシューやスペアリブなど焼き物の名店です。焼き方もタレも香辛料も全てが秘伝。本当に美味しいチャーシューを召し上がりたいならぜひここに。ランチも焼き物を中心にしたメニューがずらり。中華は多くの種類を食べるのも楽しみですが、このお店はこれが一番の売り。そういった本当に美味しいものを召し上がって探してみるのも楽しみですよね。道発は別館があり、テイクアウトや食べ歩きメニューもあります。私がおすすめするのはここのエッグタルト、そしてもちろんテイクアウトのチャーシューも。クッキーやごま団子、焼き菓子などは手作りで、どれもお手頃価格でとっても美味しいんです。サクサクふんわりのエッグタルト絶品でした。ではここからはお待ちかね、食べ放題の店舗万金楼さん。中華街の食べ放題店のお店の多くは品数によってプレミアムか普通の食べ放題かの違いがあります。小籠包が中心なら普通の、でも北京ダックやフカヒレなどちょっといいメニューが食べたいなと思ったらプレミアム。またお茶代は300-400円で別途必要なところが多いようです。土日は高くなるので確認してくださいね。大通りから1本入った横道も名店揃いです。まずはこちら、香港ルーの名店安記。私が中華粥を好きだということもあるのですが、さっと食べられて体にも優しい、そんなお店を知っておくと中華街ではきっと役に立つと思いますよ。純海閣さんはデザートが絶品。手作りデザートのお土産を友人はよく持ってきてくれました。実は食べ放題もやってるんですね。絶対美味しいと思います。今日はテイクアウトして帰ろうっと。食べ放題の人気店といえばこちら、龍津飯店。ドリンクは別のお店が多い中で、こちらは卓上のウーロン茶なら込み、プレミアムのちょっとお高い方の食べ放題なら予約をすればドリンクバーも込みになります。他の食べ放題もプレミアムだとドリンクバーが込みのことが多いので確認してみてくださいね。こちらは特にコスパがいいと評判です。駅の看板でパンフレットがなかったのはこちらの店舗です。予約がかなり入っていました。食べ放題といえばこちらの校長さんも有名です。大体の相場感はつかめましたでしょうか。ホテルのアフタヌーンティーも大好きですが、激安お得なヤムチャアフタヌーンティーもぜひ。香港ルーは1本中に入っているからこその穴場、激安店も多くおすすめです。中華街大通りの反対側、関帝廟通りに抜けました。こちらにある食べ放題店舗はローペキン、そしてヒンチン閣。ローペキンさんの特徴はズワイガニの食べ放題、特徴的ですね。そのそばのヒンチン閣さんはなんと土日で料金が変わりません。土日しか行けない場合はありがたいですね。そうそう、ここは時間無制限ですが、食べ放題のお店の中には時間制限があるところもあるのでご注意を。劉少奇さんは北京ダックも食べ放題、人数分の量の対応などサービスがとてもいいとのこと。中華大通り沿いでないせいか、この通りのお店はどこも努力されている様子です。
定廟通りまで来たのなら、横浜中華街随一のパワースポット関帝廟にぜひお参りを。お祭りされているのは関西帝君、三国志の実在の武将です。ご利益は商売繁盛、学問、交通安全。皆様の分もしっかりお祈りしてきました。2023年の春節は1月22日、この時期は飾り付けが華やかですね。長安道へ抜けるとマーさんのお店流泉、朝7時から開いている便利なお店です。そしてやはりこちらの専門は中華粥、一品料理もセットもとってもリーズナブルなんです。定食もどれもとっても美味しい。今までこの字型に歩いてきましたが、前輪門中華大通りに戻ってきました。ここの角にあるのが横浜大飯店。ここの食べ放題はお値段がちょっと上がります。でもその分質がとてもいいんです。名物の杏仁ソフトクリームやホットのお茶も入ってのサービスなら納得かも。フカヒレの専門店といったら中国飯店、ここも食べ放題ではちょっとお値段が上がりますが、なんとフカヒレ食べ放題が入ってのお値段なんです。フカヒレの入ったメニューがいっぱい。フカヒレの姿煮入りあんかけチャーハンもこの通り。カニ詰めの揚げ物はプレミアムであることが多いかも。普通に召し上がると1万5000円前後します。それがリーズナブルにいただけるのはいいですね。一番最初にご紹介した満珍楼天心舗さんの本店満珍楼はこちら、店構えからして高級店の匂いがブンブン。こだわり抜いた一品一品質の高いメニューを提供。量はあまり食べられないけれども、質の高いものが召し上がりたい方はこちらへどうぞ。似たような店名が多いから間違えないでね。福林閣は広東料理のお店。中国四大料理といえば北京、上海、広東、四川料理を指すことが多いですね。北京は北方なので小麦を材料としたものが多く、塩味もやや多めだとか。宮廷料理や北京ダックも有名ですよね。上海料理は上海ガニなどもあるように、エビやカニなどの魚介類を多く取り入れています。広東料理は食は広州にありとも言われるほど食材の宝庫。広東料理はシンプルな味付け、四川料理は辛い味付けが特徴。家庭料理の龍門さんは上海風味のようですね。さて、先ほど香港ルーは通りましたので、今度は上海ルーを歩いてみましょう。これだけお粥を押しておいて、大通り沿いの社天気本店の定休日の火曜日に当たってしまった方、2号店は開いています。関帝廟通りと南門シルクロードの角にやってまいりました。横浜大世界ではお土産が揃います。ちまきが大好きな方はこちらの王さんのちまき、中をご覧ください。これだけ具がたくさん入っているちまきだからこそのお値段です。お安いちまきはたまに中身が全然入っていないこともあるんですよね。そして本命食べ放題の中でも人気があるのがこちら雪煙。卓上に置いてあるポットのウーロン茶はサービスでこのお値段です。テレビで紹介されていたのは麻婆豆腐だとか。こちらも人数分で少量提供してくれるので、2人ぐらいで行っても楽しめるのがありがたいですね。名店揃いの関帝廟通りを抜けて横浜大世界の先、麹にある交渉機、こちらはフカヒレの専門店。脇道に入っているからこそフカヒレ入りの土鍋そばがこのお値段。ちゃんと姿入りです。ヤムチャもフカヒレ入りシューマイ、フカヒレ入り小籠包など一味違ったフカヒレ入りの天津類が楽しめます。コース料理もフカヒレにしてはお手頃な価格から用意されています。ランチのセットなら1500円ぐらいでいただけるのもいいかも。プルプルのお肌になりたいな。そのそばには青葉、薬膳のお店です。珍しい食材を使ったメニューがずらり。
需要競争に良さそうなので、私はやっぱりおかゆかな。ここからは道なりではありませんが、私の好きなお店をご紹介です。こちら最高新館。横浜出身のお友達に聞くと、まず名前が上がるお店の一つです。高級の部類に入ります。定休日にご注意を。招福門も食べ放題のお店の中ではとても評判のいいお店です。シューマイで有名な清風楼は作家池波正太郎さんのお気に入りのお店だとか。いつも大行列ですがテイクアウトもできますよ。映えを狙うなら元祖キャラマンともいえるハリネズミマンカスタードクリームです。手作りの月餅もお土産に。皆様今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。よければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様今回もご視聴ありがとうございました。お土産もいっぱい買ってお家でもデザートやヤムチャを楽しんでいます。友人たちに食べ放題に行こうよと誘ったら、私の体型をジロジロ見た後、一品料理のお店にしなさいと叱られました。食べ放題行きたいよ。